どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今日はですね、大食いの方々はもうほぼ来てるであろう大食いの、まあ、聖地なのかな、場所が調布の方なんですけども、そのお店がこちら。でこの若松屋さんはさ、もうありとあらゆる大食いの方はもうほとんど来てます。そうなんですよ。ここにさ、もうテレビでさ放送された写真とかも全部貼ってあって、ずらーっと、で中にはもうサイン色紙もびっしりあってすごいですよね。もう3キロ4キロ当たり前で、5キロもあるし7キロとかもありますね。でワッキー TV の大食い担当はあなただからね。ようやく僕の出番が来ました。来ましたね。どうすんの今日、どれくらい食べるの今日は。僕もう2キロぐらい、うん、あ2キロぐらいね、はい、まあ大食いの人たちからすれば2キロかよってなっちゃうけど、3キロちょっとあれなんで、うん、これを見てる大食いファンの皆さん、すいませんちょっと数字が足りてない僕たち素人なもんでここってさ、蕎麦屋さんじゃん。そうですね。で蕎麦屋のさ、カレーって美味しいのよ。私がまた聞いてて、うん、今日俺は普通の量をカツカレーいただきたいと思います。普通に美味しく楽しむんでお松屋さんはあのテーブルでアルコールなの、あジェルですね。常備されてます。最近ジェルなかったから。そうですね、スプレータイプが多かったらしいです。うちら何のレポートしてるメニューはこんな感じになってます。でこれがね、ちょいメガ盛りシリーズっていう風になってまして、一番優しいやつでもこれ蕎麦なんですけど1100円でもう1キロ超えです。で必殺技とかなんかいろいろあるんですけど、ちょっとこの辺はちょっとよくわからないんですが、難易度とかもあって、他にもね、冷やし中華だったりカツ丼、スタミナ焼肉どんちゃんと天丼の小エビ、こうやってずらーっとありまして、でユッチーはちょいメガカツ丼天丼焼肉トリプル丼を食べるということみたいです。これ総重量がね 1.8kg、まあ、約2キロぐらいのトリプル丼、すごいね。でちょいメガ盛りシリーズは無料でシェア可能、シェアすればコスパ最強ですと。で完食できない場合のペナルティや、シェアする場合の課金や、完食された場合の特典はございません。でこれはね結構嬉しいですよね。食べ残ししたものはお持ち帰りできますと。でここに難易度の星の数で完食率っていうのも出てるんで、これはちょっと目安になるんじゃないかなと。であとね、ランキング見たのもあって、人気メニューで1位から10位までありますんで、まあ料理迷う方はこれを参考にしてもいいのかなと。でメガシリーズに関しては右側に時間があるんですけど、これね制限時間なんですよ。で制限時間内に食べ終われば特典がいただけるそうです。でちなみにメガを完食されたら1000円分の食事券もらえる。おお。あと完食ボードっていうのがあって、そこに写真を貼れるという。これあのカツカレーとか、これ普通の量ですか？普通です。あ、じゃあ、あのカツカレーライスを一つ。もしかしてちょっと安心してるじゃないですか。いやそんなことないよお冷やかと思って飲んだら麦茶でした。麦茶なんだ。脂っこいものとかね。そうですね、麦茶の方がねさっぱりするから。はい、失礼します。すいません。ちょっとめっちゃうま、すげえうまそうなんだけど。ということで僕は普通の量をいただきたいと思いますが、若松屋さんのカツカレーです。これね人気5位になってましたね。でカレーのルーがちょっとお肉が入ってます。これは嬉しい。銀皿がいいじゃないですか。いいですよね。ね。いただきます。ちょっとね、まずはカツからね。お、結構肉厚ですね。うん、ペラペラじゃない。真ん中から食べたい。贅沢に。カリカリですね。お、衣もサクサク。うん、で中のこのお肉も柔らかいね。柔らかいですか。で衣に、ね、ちゃんと味がついてて、でちょこっと今カレーがついたんだけど、うん、カレーが美味しい。でカレーなんですけど、ほら。肉ゴロゴロ入ってる、玉ねぎも入ってる。お、蕎麦屋のカレーです、うん、やっぱり出汁がすごい効いてる。でルーは結構とろみが強いんだけど、玉ねぎと人参がさ結構ゴロゴロ入ってるの。うん、チャンネル登録
よろしく。はい、すごい、ちょっとこれはやばくないですか。豚肉はみ出ちゃってるね。香りすごい、香りがいいね。これが多分焼肉のあれだね、うん、おかず。これ天丼で、これカツ丼。うわ、ちょっと夢のような丼だね。最高です。これお味噌汁とあと漬物もついてまして、あ、これはすごいわ。まずはお肉からね。めっちゃ瞳孔開いたけど、ご飯を、いや、これうまそうだね。これ生姜焼きですね。あ、生姜焼きなんだ、うん、ちょっと甘めのタレと生姜効いてて、うん、これご飯めちゃめちゃ進みます。で次は天丼、エビを、エビも結構でかいねこれね。うまそうだな。おお、夢のような、ね、丼だよね。エビもプリプリで、このかかってる天つゆがうまいっすね。おお、いいね、うん、やべ、めっちゃうまそう。量かなりあるんですけど、うん、めちゃめちゃご飯進むんで、うん、ペロッといっちゃうんじゃないかって。ペロッといける今だからでしょ。結構早いね、一瞬でここまで行ったんですけど、うん、びっしりなんですよ。これギュウギュウじゃん。ここまであれか、残しといた、残しといたんですよ。まだいっぱいあるけどね。カツ丼もうまそうだね。箸でおかずを食べたらすかさずレンゲで米を運ぶという。いやでもさ、やっぱり美味しいから量を食べられるわけだよね、うん、カツカレーはね、このウスターソースもまた合うんですよね。一気に出ちゃいました。ヨギさん、ここでようやく半分来たんですけど、うん、ギリギリの戦いになるかもしれないです。いいんだよ、残しても持ち帰りはできるからね。いや、さすがにワッキー TV の大食い担当として残すわけにいかないです。い、素人つけてもらっていい？大食いの方もすごい来てる、すごいですね。ヨギさんの方が結構多いですね。あの、誰々さんのファンなんですとか、そういう方がたくさんいらっしゃいまして、それはお店側からしたら嬉しいですよ ね、 ですね。食べに来てくれて、ずっとこうアーカイブとか、そうですね。なんで結構何回も見られて、むしろ YouTube の宣伝効果が、宣伝効果。僕のチャンネルはちょっと微力なんですけど、いやいやいや、もう僕たち、すいません、大食いじゃなくて、むしろ本当最近なんですけど、はい、あの SNS もやりました。最近なんです、本当にインスタグラムですか。岡松屋さんのインスタグラムが始まったそうです。下に概要欄にリンク貼っておきますんで、じゃあもっとワッキー TV 頑張らなきゃいけない。チャンネル登録者数20万人目指さないといけない。そうですね。いや、ユッチーが久々にちょっと苦しい表情を浮かべてるけど、うん、ね、あ、もう一山だよね。お腹もちょうど同じぐらいなんで、ギリ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 っす。ちゃんとエビフライに、あの生姜焼きの豚肉、あとカツ丼ちゃんと残してるんですよ。分かりやすい。あなたの胃袋の容量は、まあ、大体2キロぐらいなんだな。2キロから頑張れば2キロちょいか。最後の一口じゃないですか、これ。おお、はい、完食、おめでとうございます。いったね。いや、ゆっち食べたね。いや、行きました、ね、約2キロ無事に完食と。ちなみに俺のカツカレーは瞬殺でございました。ワッキーさんめっちゃ早かった。うますぎ。気づいたらなくなった、うん、まあまあまあ普通の量だからね、うん、っていうのもあるんだけど、カレーがさ、さっきも言ったけど出汁がすごいんですよ。あとお店の方がね、もうすごいフレンドリーでございました。なんかいろいろお話しさせてもらって、やっぱりあの大食いの方がねかなり来てるということなので、いろんな方のお話も聞けましたし、大食いファンの方もね最近多いからね、うん、そうですね。ファンの方も結構食べに来てるみたいです。でお店はそばどころ
幌若松屋、場所は調布なんですけども、最寄りが京王線布田駅から徒歩 3,4 分の場所にあります。もう約80年ぐらい続く老舗のお店なので、で大食いを始められたのが約20年前からやってるそうなので、ぜひ大食いに自信のある方チャレンジしてみてはいかがでしょうか。食べられなかったものはお持ち帰り OK です、まあ、だけど食べられる量を注文した方がいいんじゃないかなとは思います。そして今回のコメント紹介はリュートラさん、ワッキーさん、ユッチーさん、お疲れ様です。ワッキー TV 見てるとお腹減ってきます。ほんと美味しそうに食べて私のお腹はぐるぐる。毎日動画アップありがとうございます。毎日ワッキーさんの動画見て寝てます。明日も楽しみにしてます。というなんかさ、寝る前にこのチャンネル見てる人もいるからね。多いですよね、うん、でも逆に寝れなくなっちゃったとかお腹空いちゃってこのように毎回コメント紹介しております。皆さんからのコメントお待ちしております。高評価ボタンもありがたいです。そしてチャンネル登録もよろしく。またね。